さんこんにちは、ちでございます。のぼりんの、申請ね。いや私嬉しいよ、あの毛利さん動いてくれたから。あでもよく言ってくれたね。ただでもこれ勝てるかどうか微妙だけど、これね多分ね武田に行ってる兵力引くかな。これねどうしようかな。この兵力じゃこっち攻めろって言えないもんね。いやでも一応打診してみよう。で、さっきのように地高がまだあるんだったらちょっと組んでいかないといけないですが、大丈夫だね。ちゃんと配置ができたと思うので、次は外交だね。外交官を任命しないといけません、加山さんね。外交朝廷大丈夫？あ、朝廷いないわ。あ、為信さんか。力を尽くしましょうぞ。はい。あ、友道さんだね、今のね。で、外交親善。で、あ、毛利さん大丈夫だね。武田さんも大丈夫だね。あ、うん。あ、そっか、武田さんの間がいなくなったのか。伊集院さん。あ、こっちね。やり遂げてみせましょう。お金はじゃかじゃかあるでね。で、こっちだね。加山さん確かこっちだったと思うんで、内田さんか。受けたまわりました。はい。ねえ、もうお金はじゃかじゃかあるんで、金に物言わし、どんどん、のぼりん包囲していきましょう。あざいは無理だなで、6あるんですけど、浄化施設やってる場合じゃないかな。そうだね、野球中とか言い出したらね、やってほしいので、野球中行ってこないね。私が20日間だけ参戦する予定なんだよね。まあ大舞台だけどね。これちょっと渋滞してるね。延長申し込みましょう。それは、いやいや、もうね、みんなでもうノブにやっつけましょう。武田の方どうなってます？ちょっと待ってね。あ、兵力支援来た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 。はい。はい、どんどん送ってください。お、すごい、1万2000人送った。いやいや、あなたありがとう、本当に。すごいな、3万とかいるよ。ちょっと本当にね。長尾さんそんなことやってる場合じゃないんだよ。ね、もう頼むよ。本当頼むわ。こっちはやることなくて、あ、立花三条ね、増築しましょう。成し遂げてみせます。いや、なんかすごくね、黒幕してる気分だわ。これもめちゃくちゃな消耗戦だね。次はどこ上げようかなというところか。あ、こっちか。あ、連兵上げれるね。上げましょう。やってみせましょう。はい、お願いしますと。はい。鬼島絶対来ないね。焼き打ちしましょうかとか。言ってこないね。もうちょっと待とうか。どうなのこれ。あー、こっち出ちゃってんのか。あ、でもね、あ、でももう少ないわ兵が。これ落とせんじゃない。いいね、この次男だっけ、この人ね。で、私後ろから20日しか参戦できないけど、
私後ろから行ったらいいんじゃない？どこ今？あ、ここまで来てんだ私。はあ、まさか私目が、秋月さんね。いやいや、本当ね、もう無理しないでください。はい、もうすぐ始めますよ。もう。そうそう。ちょっと戦争やめてくんない？できんのそんなこと。交渉。仲裁とかできないの？できないわ。あるのこれだけだもんね。役職これ違うよね。将軍家だけ。仲介。相手が停戦を仲介できる勢力がありません。どういうこと？あ、これ私が戦争中の場合か。もうかっちゃんどうなの？あ、あんたも何もできないのか。わかりました。もう親善で、裏で暗躍しましょうね。はい。婚姻まではいけるか。はい、もうね、内田さんまたお願い。心得ました。これやっぱりあれだね、上司の下にいい人いろいろつけておかないと、なかなか難しいことになりそうだね。さあ、私、これ、あれ、渋滞してる？あ、渋滞してるわ。ちょっと待って、渋滞してんだね。私、53日。こっち回って30日、あ、なんとかこっちに変えよう。少々の、あ、慣れが出てきた。はいはい、特権の部位を天下に示すべく攻略目標はと、いやもうこれ絶対無理だけどね。お、来た来た、一斉焼き打ち来たー。あ、新宮また関係ないとこだ和歌山の方だね。もう新宮は関係ないけど、まあいいか。渋滞してんもんねこれね。あ、私もこれ渋滞光月城取ってよ。あ、不安ながら、あ、援軍はこれまでか。いやいや、私が後ろから来てるから。てか、他も来ないかな？光月城。もう遅いか。遅いけど。ああ、無理だ。ここを目標にできないわ。ちょっと援軍欲しいね。出そうか。ちょっと遅いかもしんないけど。忠長さんから。光月城行ける？かなり大変。あ、あなたも20日か。そうね。あと、でもこっからだったらもう絶対間に合わないよね。インドさん、中国地方抜けたらどうなんの？いつかしか戦えない。ほら厳しいわね。ちなみにこっちは、二脱名所がありますけど、165日しか戦えないから。うわぁ、180日だって。これはダメだね。これはダメだね。私が合戦できるかどうか。だね。合戦したい。久しぶりに。ああ、渋滞入っちゃった。ああ、渋滞入っちゃったわ。28日。あ、これ壊滅するわ。これね、ここに行っても、あ、しまった。そうだ、兵糧持つかもしれないけど壊滅しちゃうんだ。いや、竹だけまだいいです。そうだ、これ、はい、これあれなんだわ、騎乗するとき。ああ、もうこれ壊滅するわ。27000の辺、あっちゃー、しまったね。渋滞するとは思わなかったな。あ、利関係、あー無理だね多分。あー財だね、これは無理だと思うわ。少し難しい、やめときましょう。
21日でしょう。これ渋滞するよね。もう一度行ってみるか。あ、渋滞してない。あ、いや渋滞するのか。渋滞するんだね。あ、あ、したした、渋滞したわあ、渋滞しちゃった、渋滞しちゃったね。あ、してないわ。でもね、でももうダメなんだよ。へえ、あれがなくなるからね。はい、一斉焼き打ち。新宮城4つね。とっ捕まえて、とっ捕まえて。ああ、とっ捕まえた。ああ、でも、ほら、もうすごい量の減り方。兵糧がなくなったからね。ダメだ、ダメだな。ああ、落とせなかったか。あ、でも行ってるね。あ、いや、帰ってるわ。騎乗してるわ。天神山上に。お、なんか出てる。どこ行くんだろう。あ、鬼島津攻めるみたいだね。あ、大仙道。あ、大仙道行ってるわ。いや、もうお金はもう、そのために貯めてるお金だからね。もう、利関係どうしよう。浅井家の援軍なんか全然頼みにしてないよ。こうなったら、織田攻めてんの。おお、ということは武田はあんまり当てにできないから、こうなったらね、交渉でお尻つついてもらいましょう。にゃ、あ、まだ信用が足んないのか。ああ、さあ、どこ、でもこれ結構いるよ、兵。ちょっと待ってね、これ見てみましょう。あ、オーダー21万まで減ってるわ。ほう、いやー、ちょっとん、長尾家の、ほう、一つよろしいか。東家としては島津家とのか。うん、いいよいいよ、もう嬉しい嬉しい。こっちもね、お願いします。おだ、潰しちゃおうよ。あ、ね、攻める準備してますもんね。あたし不甲斐ないなこれこれ、忠長さんも20日しか戦えないからね。もう忠長さんもダメだわ。あー、騎乗だね。こっちだから今本国見たらね、とんでもないことになってると思うんですよ。あ、一応2万7000ついてんね、府内。やっぱね、この距離が問題だね。お時間になりましたね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。